皆さんこんにちは。本日は頭が切れる人についてということでの話をしてみたいと思っております。えー、小林信彦さんという作家さんがいらっしゃいまして、えー、演芸とか、ねえー、コメディとか映画とかそこら辺について非常に詳しい方で、まあ、そこら辺の批評とかですね、えー、そういうこともやっていらっしゃる方で。 そこの中にですね、えー、日本の喜劇人という書籍がありましてそれはですね、やはり主に日本のコメディアンの人とかあ、まあ、そういういろんな事象ですよねイベントとか出来事とか、まあ、そこら辺についてですね、えー、かなり、うん、歴史的に長いスパンですね1960年代以降から、まあ、比較的最近までという形の時系列と。 いう形にしまして評論をしている書籍があります。そこにですね、えー、面白い1項目がありました。えっ、ー、と浅草というのはですね、第二次世界大戦 戦前ですね第二次世界大戦より前のちょっと前の時代にですね非常に華やかな町でね今で言えば新宿とか渋谷のような日本の中心地という形でですね、まあ、非常に盛り上がっていた文化発祥の土地でもあったという形だったわけですねしかし第二次世界大戦が終わった以降ですねしばらくしてからするとですねだんだんですねその中心的な存在ではなくなってきてまあ高齢化も進みですね いろんな文化とかそういうものも、うん。 中心力を持つことができなくなくりまして、えー、だんだんこう寂れてきたという形ですね、えー、そして、えー、まあ基本的に老人とかですねそういう人たちの町になってしまっていたという形になってしまったらしいですねそこにですねやはりこう戦前から活躍していたあタレントさんとかコメディアンとかね、えーまあ、芸人さんとかそういう人たちが集まって浅草の火を消すなというような形でですね浅草を盛り上げようという形でう そういうテーマのイベントをですね、えー、繰り広げたという形なんですねまあ一つのね劇場でワーッとこうやったんですがそこにね、えー、前座で現れていた漫才師コンビがいましてですね、えー、その人がですね登場してきて、えー、こういうことを言ったんですね、えー、まあ老人の街でですねこれからさびれて行こうとしている時にね、えー、老人が集まってね、えー、浅草の火を消すなというようなねことを言うのは浅草の 火を、ね、消そうとしているようなもんだというようなね、痛烈な批判をしていたわけなんですね。もう要するにね、さびれた人たちにね、さびれた人が集まって騒いでもね、新しい人は寄りつかないよというようなことでね、痛烈な批判をしてですね、それを漫才の場でですね、言ったということがありまして。 それはね、えー、小林信彦さんはそこにいまして、えー、彼の言動を見て非常にびっくりしてねこいつすごいなみたいな形で印象に残ったというところがあったんですねそしてこの無名の漫才師がツイビトという名前であるということを知りよくしゃべる方の小さい男がビートたけしであるというふうにつながっていったわけなんですねそのビートたけしといえば有名な言葉がありましてですね 「赤信号をみんなで渡れば怖くない」というようなフレーズがありますがこれもですねまあ確かに赤信号をみんなで渡れば怖くないというだけのネタという形も見えますけどやはり大勢で動いていると空気を読んで自分の言いたいことが言えなかったり自分だけ違うことをやることを極度に嫌がるというですねまあ日本人の気質ですよねそれをこの短い句にね言い表していると。 いいうこととが言えるんじゃないかなか思いますね頭の切れる人というのはこういったですねずばりと物事のポイントを的確に指摘するとかですねおっと言わせる何かを持っているということになりますね。 いろんな頭の良さがありましてて記憶力が優れている人とと物知りとか、ね、そういうい人もいますしかし物知りというのはもちろんそれだけでも尊敬される部分があったりすごいなと言わせるところがありますがでもね、あっと驚かれるというところはないですね、おお、すごいな、さすがだなとよく知っているなという形になりますね。 しかしね、やはりおーっとすごいと言わせるのはね、じゃあどこが違うかというとですね、基本的にはやはり発想の転換というところがね、あるんじゃないですかね。あいつはキレる、あいつは鋭いという形で評価されるのは、この発想の転換ができる人ということになりますね。じゃあこの発想の転換というのは何かという、片駆で考えますと。 特別な知識とかね、特別な情報とかあその人の知っているだあの特別なノウハウとかがあるわけではないと思うんですね。えー、例えば私たちとね、同じような情報同じようなものを見たり同じような場所に行ったり同じような知識しか持ち合わせていなくても思い描きない結論を導き出すことができる。っと、 あそういう角度から見れるんだというような角度からものを言って方法とかねあなるほどねとフームなるほどねとかねえほんとそういう感じですよねあそっかとかねアハ体験とかって英語で言いますけどねアーハーとかって言いますけどまあそういう形のことを頻繁に話せることができる考えつくことができる人を切れる人というんじゃないかなというふうに思うわけですね。 これを、ねえー、別の例で例えるとわかりやすいばじゃあ料理で、えー、言いますとですね料理がうまい人はどういう人かと言いますといろんな材料とかね、えー、旬の食べ物とかそういうものを集めてそれを料理してパッて出せば誰でもおいしい料理は作れる。高級な、ねえー、材料をいろんな場所から取り寄せて丁寧に時間をかけてじっくり作れば誰でもおいしいものが作れることはできる。 しかしね、えー、全くね、えーまあ、残り物とかね、うん、ありふれたものとか貧弱な材料しかないのにそれをですね、えー、組み合わせてあこういう手もあるかとあこれとこれでこんなの作っちゃったんだしかも美味しいしというようなねことをできる人がやはりね料理がうまい人というね言い方ができるんじゃないかなというふうに思うわけですね。つまり切れる人というのは 斬新な組み合わせを作ることができる人という形で言えるんじゃないかなと思うわけですねこれはねファッションとかの世界でも言えますよね、えー、いろんなアイテムを持っていてもいつもね同じアイテムを着ていたらその人はおしゃれだとは言えないけどね例えば上着とまあズボンでもスカートでもいいんですけどその下につけるもののね、えー、組み合わせとかね、えー、それにつけるベルトそれにつけるカバン ね、そういうものがうまいことフィットさせるそのバラエティとかねそういうものが気が利いていたりね、えー、持っている服の数は少なくてもその使い回しが素晴らしいとかねそういう人がねやはりこうセンスがある人というふうに、ね、言われるわけですねハッとするとそういう驚きがあったりするわけですね。 そしておしゃべりも全く同じですよ、ね、しゃべっていても同じようなことを同じようなあ形でですね、えー、他の人と同じようなことしか返ってこないとその人は話がこうつまらないと。 いう形になりますねやはり普通の人が考えていることとちょっと違うような情報アイディアそして組み合わせそれを絶妙なタイミングでポンということによってあこの人の話は面白いということになるわけですね。いくら博識でもね、えー、いくら相づちがうまくう聞き上手でもうーん面白い人という形にはならずにねやはりこうポイントポイントで。 斬新なこととかちょっと気の利いたことが言える人のことをやはり面白い人というふうに言われるわけですね。いつもね同じ組み合わせではマンネリしか生まれないわけでそういうねありきたりのものをねどう並べてもねそこから新しいものは出てこないわけですね。まあ、パターン化されたという形の生活では決して想像は生み出されないということになりますね。 とにかくね、えー、工夫することができる新しい組み合わせ新しいパターンを作ることができる人のことを切れる人というんじゃないかなというふうに思うんですねそしてやはりね、えー、材料はなるべく多く新鮮なものが揃っている方がいいですね今みたいに情報が非常にこう早く変化していく時代にはなおさらでそしてそれを また新しい形で組み合わせることができるというのがですねやはりこう魅力的なわけなんですね。まあね創造性や出会いそして組み合わせの在心さというものはねどうしてもねマンネリ化した生活から生み出されずじゃあどうやってねこういうことができる人たちになるのかということを考えますとですねやはり好奇心 そして遊び心、いたずら心、これらが必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。よくね、えー、あの起業をして成功した人とかね、えー、経営者とか、えー、まあタレントさんとかね、えー、スポーツ選手、そういう形でもいいんですけど、そこで成功する人はね、えー、割合とガキ大将みたいなね。 えー、まああの落ち着きがなくね、えー、よく遊ぶんだりいたずらをしたりねよくしゃべったりよく動いたりまあそういう子どもが多いということが言われてますね。もちろんね優等生で勉強できる子どももいい大学に行って、えー、そして、えー、ねあの自立して、えー、まあ社長になって起業家として成功するという人もいますけどやはりねわんぱく坊主みたいな子どもの方がですね、えー 後々成功しやすいというようなことが言われてますね。これはですねやはりこの創造性に欠かせないね、えー、好奇心遊び心いたずら心みたいなね、えー、そういうものが強い人というね、えー、子どもの頃からのそういう方がというかねうんまあそういう目みたいのはねあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。ということでね「切、え、れ、ーまあ、る」 人間と、それはどういう特徴があるのか、そういうことについてね、えー、まあお話をしてみました。まあ、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録やコメントなどいただけますと嬉しいです。では失礼します。